ちょ、おはようございまーす。よいしょ。愛してる。Thank you。ねえ、緊急地震速報です。地震に気をつけてくださいってさ、地震が起きる前に出してるでしょ、でっかい地震って。ただ、ほら、なんていうの？そう、震源地があって、その揺れを感知とか してからなんだよね、多分さ。そこの下とかにいる人たちは、間に合わないかもしんないけど、遠くの人は、全然逃げれるよねって話。5秒じゃ何もできない。じゃあ地震の時はどうするか。レクチャーしてあげる。じゃあ緊急事態宣言ですね。で、この家で、ごめんね。5秒で逃げるとしたら、この机の下ですよ。まずは。もう必ず机の下に潜ってください。ね、地震の時は。地震の時は必ず硬いテーブルの下に潜ってください。命に関わります。必ず頭を守ってください。それが大事です。ね、そこら辺突っ立ってたりとか、こう壁にね、倒れてくるものを支えちゃダメ。もう必ず硬いテーブルの下に。ね、下で支えてね、こうやって待っててください。揺れが収まるまで。まずそれが第一ですよ。頭を守ることが一番です。NHK のアナウンサーすごかったね、この間ね。今すぐ逃げてください。命の事情、ね、命に別、命の危険があります。直ちに高いところに移動してください。ね、そんな感じだったよね。今すぐ逃げてとか言ってさ。じゃあ、この間、能登地震の時に、すごい剣幕で言ってたんだよね。NHK のアナウンサーが。おばちゃんみたいのが、津波警報が出た時にさ、今すぐ逃げてください！命に関わることです！海の近くにいる人たちは避難してください！とかさ、すごいよね、あの人ね。もうすごい切羽詰まって、マジで怖いみたいな感じ？あれでいいのよ。正解はですね、こちらですね、海苔弁ですね。唐揚げ弁当と思いきや。唐揚げじゃないんすよ。海苔なんすよ、今日は。実は。海苔弁で。で、なんか新しいやつが出てたんでね、これ。なんか新しくない？デカ唐揚げくんってやつ4種類入ってるらしい、これ。デカラーゲくん。そう。大食いっていうか、まあ、新商品だからちょっと試したいなーって。試してみたいなーと思って買ったね。ねえ。これ4種類入ってるんだって、レッドホットチキンと、一粒に4つの味だって。どういうこと？一粒に4つの味が混ざってるだって。アングルを変えて。どのアングル？でも今からあれやるんだよ。スクラッチまで食べながらスクラッチやっちゃうからね、今日ね。もう30分しかないかな。削りながら食べるって感じ。このまんまで一緒だってスクラッチ削るんだからさ、今からね。見えなく、スクラッチ見えなくて私の食べてるとこ見たいね。どっち？いや、私、スクラッチがない。どこにあった？
かな。ベッドであった。あった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 。じゃあいいや、もう 見なくていいのじゃん。私が食べてる方がいいの？そういうこと？スクラッチはいいの？スクラッチはいいから私が食べてる、食べながら削ってるとこ見たいってこと？相当難しいの。もうあ、食べながらスクラッチね。これ多分いけると思うよ、これね。これ両方見れると思うよ。当たり外れでいいんだもんね。65枚しかないから当たり外れでやるからね。それでいい？当たり、はい、外れ、みたいな。これだったら見えるでしょ？両方。オッケー。もっとか、もっと手元だね。こうだね。オッケー。よし、とりあえずいただきます。この4種類の新しいやつ、デカ唐揚げくん。ちょっと気になったら食べて、4種類ミックス。あ、チーズと、レッドホットと、なんかいろいろ混ざってんね。美味しいじゃん。普通に美味しいよ。普通に美味しい。また太ってない。ちなみに今から削るのは、1等が500万、2等が10万、3等が1万、4等が1000円、5等が200円。だ500万、10万、1万1000円、200円。ワンピースの、これ。ビッグマムの。なんか削るとこ6つしかないから楽だね。あー、なんかお菓子みたいなのが揃うとこや。お菓子みたい、シュークリームみたいなのが出れば、カップケーキかな、これ。カップケーキみたいなのがね、出ればいいんだよ。もう忙しい、もう。なんでこんなに忙しくなるの、毎回。おっ、うん。65枚だから、あっという間だよ。10分で削り終えちゃう。だいたい10分ぐらいかな。よいしょ。当たり外れでいくからね。いくらとかは後でね、発表って感じで。まあ、反応を見ればわかると思うけどさ。私のね、反応を。ちょうどね、3年ぶりだね。だいたい同じ時期に私、9万円当たってんねん。だから今日なんかピリピリしたんだよね。当たんじゃねえかな、みたいな。ずーっとだって高額当選してなかったじゃん、私。そろそろ来そうな感じはするね、毎回言ってるけど。いつも当たんないけど、こんな感じがするよね。こういうのがね、削りやすいですね、こういうの。こういうヘラ。受付の人、係員さんもこういうのでやってんだよね。こういうヘラで。ここにも唐揚げあったね、これね。あ、でも、海苔麺、
あれだね、結構ボリュームあるね、これね。ローソンの。いいね。卵焼きもついてるし。でも昔よりは減ったけどね。これにちくわがついてたりとか。うん。昔はもっとボリュームがすごかったんだ。本当にね、お弁当の量とか減ったよね、値段の割には。高くなったし。ライトつけまーす。これさ、どうしよう、食べながら削れないんだけど。どうやってやるか、こうやってこうやるか。こうやって手がだって二つ必要だもんね。あ、三個揃わなきゃいけないんで、六マスあって三個。今二個二個揃ったね。これ外れ。今ね、どんな感じか見せるけどね、ちらっとね。こういうほら、六マスのうちに、このシュークリームみたいなのが出れば、500万、3つ。OK？ ちょっと手元見えないけどさ。お弁当もみんな見たいみたいなんでね。お弁当も見たいので、手元カメラを用意できないの、今パソコンじゃないかな。私のリアクションで楽しんで、みたいな。はずれー。リアクションでね、当たり外れって言ってくかな。それでいくなみたいな。はい、外れ。まあ、大変だもんだってお弁当も食べなきゃいけないが。お弁当マニアがいるの、私の食べてるとこみたいな、ちょっと。じゃ、さっきアップにしたのなんでガチャガチャ言ってたのよ、だって。ねえ。じゃあどう考えてんの？じゃあこうやって削ればいいんだよ。こうやって食べながらこれをアップすればいいんだよ。こうやって。そうすれば、手元も見える。ね、お弁当も見える。私も見えるってさ。これどう？これ、このやり方。どう？これ。これが正解でな。これが正解だよ。当たり！ 200 円当たり。はい。イカリ、3個揃いました。行儀悪いってさ、だって、しょうがなくない？だってみんなが欲張るからだよ。そうやって何々が見たいとかさ。しょうがなくない？だってこれが一番見えるじゃん。だって削ってるとこ見える。私食べてるとこ見える。これよ。ま？ほんでも。はい、外れ。で、どうせあれじゃ、スクラッチなんか興味ねえんだの？ねえ、当たれば、はい、当たり200円。200円でーす。イカリ。チーじゃないやつね。なんかコロッケも入ってんの、これ。カレーコロッケだ。ローソンご飯が美味しくないね。お弁当の。なんかご飯美味しくないわ。セブンイレブンの方が美味しいね。はい、外れ。外れだ。はい、外れ。早いっしょ。ただここでまたね、ちょっと食べないとね。お弁当食べといて、忙しいな。これね、卵焼き。うん。はい、当たり200円。イカリ3つ。200円。いいね。
これこのカレーのコロッケがあんまり美味しくない。何これ、これ何、魚、何これ、初めて見た。チキン、何これ、嫌な、気持ち悪いなんかわかんないな、捨てちゃった。なんかわかんない肉だから、じゃ匂いもなんか嫌だった。なんか肉だと思うけど嫌なんだよね、私肉にはうるさいのよ。はい、はずれ。もうダメだなと思ったらダメなのよ。ダメだなと思ったらおえ、体が反応しないんでおえってなっちゃうのよ。はい、はずれ。はずれ。ありえなくないっしょ。ダメなもんダメなの、はずれ。はい、外れ。で、なんかだって謎の肉じゃなかった、みんなわかんなかったじゃん、何か。唐揚げじゃないし、なんなのあの肉みたいな。鮭なの？魚なのかな？鮭の割にはなんか茶色じゃなかった？はい、当たりでーす。300円。あ、200円。当たり。魚なんだね。海苔弁に魚入ってんな。うん。取ってないっす。はい、外れ。せせりみたいなやつ。せせりって何？高いやつかな？せせりって何だろう？うん！縦に出ました、縦に。縦一列当たり。これいいね、形ね。ついてないの。あの、スクラッチってね、10枚に1枚は当たるんだよ。で、物によっては2枚入ってることもあるの。100枚買ったら、10枚は当たり。あ、これ当たり。え？ガチャンって言ったよね、もうね。ガチャンって落としたよね。誰か入ってきたのかと思った、今。はずれ。はい、はずれ。風が強いからだね。やっぱ、建物が悪いんだね。悪いって言い方あれだけど。古いから揺れるんだよ、全体が。はい、外れ。大丈夫、大丈夫。これ。はい、当たり。これ1列200円。縦1列。食べ方綺麗でしょ、意外とこう雑にやってるけど。削りも削りすぎね。作法が綺麗なんだよ。ね、作法が綺麗のへんてこりんなことやってるけど、育ちがわかるでしょ、みんな。お育ちがいいってことが。いや、この体勢で同じことをやらしたらこんなにうまくできませんよ、みんな。ねできないでしょ、ね、弁当を食いながらスクラッチ削ってみんなとお話しするっていうんじゃん。ね、マルチタクスクよ、これ。みんなが言うマルチタスクをやってるね、私も。あるね。うん。なかなかできませんよ、これ。三つのこと同時に。うん。あるね。なかなか当たんないね、やっぱね。1万円ぐらいちょっと当たってほしいな、そろそろ。容疑が悪いって何？
くりした。500万当たったかと思った。あ、当たり300円、あ、200円。いや、でもさ、当たりは必ずあるんだから、当たってる人はいるってことよね。当たらないわけないだろうってのおかしいね。ねえ、日本で当たってる人いるんだよ、500万。それが私が当たるかどうかだろ。みんなは買ってないから当たんないの。私は当たるチャンスをもらってんだよ。夢っていうね。うん。なんだよ。このこと。はい、外れ。500万だったらみんなにあげるよ、プレゼントした。これね、100円。外れ。そうなの？ 100 円あげますよ。外れ。ケチっていうか、100円もらえるだけでも嬉しいじゃん。外れ。100円あれば、うまい棒も買える、ジュースも買える。ね、白菜だって買える。だろ？はい、はずで。うん、100円さえも配らない。明日私いくら分ね、プレゼントすると思ってんの？ね、チョコレート代だけでも2万。ね、会場代だけでも2万。ね、旅費だけでも2万。ね、6万円分ぐらいのものをね、みんなにプレゼントすんなよ。大阪に行って。そうなの。で、綺麗な私もついてくると。化粧したさ、綺麗な私もついてくるね。それが一番見たいんじゃない？みんな。最高のプレゼントでお金に換えられないって言ってさ。ねえ、外れ。ねえ、二人、200円。金の話ばっか、お前らが金の話ばっかするか、私も金の話するんでしょ。やめてくださいと。で、お互いにお金の話するのやめようよ、本当に。そうじゃん。あんたらがするから私もするんだよ、しつこく。そうでしょ？ねえ。そうじゃないの？みんなが、だってお金の話やめればさ、私もする、しないんだよ、そんなんさ。ねえ。プレゼントいらないお布施のみって言って何が悪いの？ねえ。あ、羨ましいんだ、お金もらえて。ごめんね。当たり。羨ましいんだね、お金が入ってきてさ。ただお金のためにね、わざわざ大阪に行くわけじゃないんだよね。みんなに会いに行きたいから行くんだよ、大阪の人な。ね、チョコレートをあげたいんだよ、みんなにな。喜ぶ顔をさ、見たいがために行くんだよ。なあ。そうなんだったらわざわざめんどくさいことなんかしないでしょ。東京に行くだろ、だったら。ねえ、そこら辺の私の家の前でいいんだよ、だったらさ。当たり、そうだろ？わざわざ大阪に行く意味よ。大阪の人に会いたいから行くんだろ？ほんとに。そうだろ？ふざけんじゃねえよ、ほんとに。はずね。もう全然当たんないじゃん。ねえ。ほら、イライラしてきたかな。混ぜよっかな、これ。混ぜよっかな、これ。ほんとに。デリヘルじゃないですよ。デリホスでしょ？それも目的ではあるけどね。デリホスを呼ぶのも。いいじゃん、そんなプライベートのことなんだかな。ね、関係ないじゃん、みんなには。自分で稼いでお金でプライベート遊ぼうかさ。ね、いいじゃん。あ、それ。なんか問題あるそれ。なんかある？ないよね。はい、当たり200円。OK。そろそろ来るね、これね。来るね。ビンビン来るね。この次だね、この次だね。500万円来ちゃったかもね。こ
この次だ。繰り越しだね、これね。次に行っちゃったわ、当たりが。逃げちゃった。はい、はずね。もう次だな、その次だな。ひろきくんも、だから、あえないっつってんの、しつけえな。な、一ヶ月前から言ってるやん、私も。はい、はずね。しつけんだよ、ほんとに、ひろきの話前も。はい、はずね。私の態度見てりゃわかるだろう。どういう関係性か。はい、はずね。もう、はずねばっかじゃーん。もうあと15枚ぐらいしかない、ほらーん。もうみんなが当たれっていうさ、気持ちを持ってないから当たんないんだよ、こういうのはな。ほら。私、願ったら出たよ、今一瞬で。当たったじゃん。願えば出るんだ。当たれ！1万円ぐらい出ないのこれ、ほんとに。それ何回やってんだよ、私これさ。ほんとに。100回ぐらいやってるよね、この、ほんと。当たり。あとこの5枚で当たるともう、4枚か。あと4枚だけ。これはちょっとこっちにやっとこう。はずで。あと3枚。はずで。これさ、当たり入ってないじゃないの、実は。はずで。残りラスト1枚、これ。1万や、1万。10万でもいい。10万でもいい、ワンチャン。200円あたり。ってことはちょっとチェックするね。もしかしたら見逃して10万あるかも、100万とか。はずれ、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 当たり、あった。ほら、危ない。ねえ、これ大事なんで、これ見逃してんでいい。はずれ、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 はずれ。じゃあ、これが全部200円ってことは何枚だろう？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 枚。3,800円？ 1 万円、1万6000買って。よく抱いたの。1万1000だっけ ?3000 だっけ ?1 万3000で3800円。しょぼすぎだろ。はぁ。いつ当たんだろ、ほんとに。当たんないのかな、もう一生。ほんと。どんだけやってんの、私。ほんまに。ま、
これはまた課金しに行くわ、今度ね、次回の時に。よーし、もうちょっとね、今日は急ぎだけど終わりますよ、もう。ちょっと私、大阪行かなきゃいけないんで、準備するわ。ちょっと荷物も詰めなきゃいけないんで。うん。荷物詰めて。お風呂も入りたいな、今日入ってないかな。おひげも剃って。名刺はね、多分ね、夕方か夜ぐらいにやると思うよ。あっち着いたらっていうか。ゆっくりしたらね。はい、じゃあ終わりまーす。詳細はここのバナーのとこに入ってるんでね、明日のね。バレンタインのあれは。はーい。あら？